ワンちゃん、ワンちっちゃ、ワンちゃん、ワンちゃん、テカ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 ってする。ワンちゃん、ワンちゃん、できるかい？行くよ行くよ。お前、ワンちゃんっていうか、俺が誘導しちゃってんじゃん、これ。ワンちゃんじゃなくて。渋滞してる、渋滞してる。嘘だ。嘘だろ。ちょっと待って。嘘だ。やべやべやべ。これあかん。どういう重力の概念？ええー、やばい戻されているええー、何の力によって、これはもう時間になってしまったということか。はい、どうも、牛くんチャンネルの牛くんです。お久しぶりでございます。ちょっと体調不良でですね、お休みいただいていたんですけれども、まあこの度復活しましたので、またね、新しいゲームをやっていこうかなと思います。でね、今年はちょっとこう、スローライフをね、楽しみたいなと思ってたんで、農場シミュレーションとか、そういったものでね、どんなゲームがあるかなーつって、こう、調べてたんですけど、なんだろう、何を間違ったんだろうね。このゲームを買ってしまいましたね。直に牛乳を飲めっていう、まあ、ゲームタイトルなんですけど、気づいたらね、これをね、買ってしまっていましたね。まあ、何を隠そう、私、世界で一番牛乳が大好きな男でございますので、まあ、早速、この謎のゲームをですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、トラックに乗って、乗せるのか乗せられているのか、どういう角度それ。あー、見えてきましたね。あ、これだ。こういうね、ゲームを、どういう音？どうした何今の BGM？ 合ってる？どういう角度それ？グラセフで見たことあるけど、どういう角度？いる？その角度。わ、おっちゃんがいる。ガチャッと開いて。乗ってるの、そう、誰だ、私か、私だ動かせる、私です。この急に BGM と、この農場、私は、どういうこと、なんで誰、いやー、よく来てくれた、ここがわしは無用だあ、これね。はじめまして、よろしく、私を雇ってくれてありがとうございます。はじめまして、よろしく、私を雇ってくれてありがとうございます。この人は例の、誰？なかなかいい体してるじゃないか。繁殖の丘の伊藤だ。繁殖の丘の伊藤。じゃあ俺は行くよ。どういう声なんだよ。敵が来たらまた来るから。止まれよ、そんで、お前。なんで歩いてんねん。誰？あの人は。どっか行っちゃったよ。どういうドライブテクニック。何、どうしたらいいの？誰ですか、あなたは。話せないの？殴れる殴れる。格闘ゲームだった、これ。で、これ、竜が如く8。はい。ちょうど今、ただから、牛車に出る時間だ。チュートリアルです。はい。ついてけばいいのかな？お前がついてくるパターンかよ。どういうこと？なんでお前はそっち側を向いている？どういう繋がり方してんのこれ。どういうことなの。とりあえず牛舎行きましょうか。ここ入りましたけど。なんもないよ。ふっ無駄に声でいけ。牛、うわ、牛くんがいっぱいいる。うわ、え、どういう角度なんだから。牛が整列してるだろう。はい。牛が動かない時間は、お腹を空かせている。は、お腹を、まず、犬小屋から犬を B か Q で連れてきて、はい、牛の前まで連れて行く。はい、次に犬を B ボタン、バックスペースで放つと、バックス止まる。バックスペース早い時もあるから、その時はとりあえずまた B か Q で犬を連れてくると牛が動く。
うちから犬が見えるようにしながら、はい、牛舎の個室に入るようにする。はいはいはい、なるほどね。まあまあ、だからあれだよね、よく見るパターンのやつね。すごい整列してるじゃん、もうめっちゃ頭いいよこいつら。そんでお前は誰？緑の方、獣医さんかな。獣医さんだね、これ見てくれてるよ牛を。で、ベロ出ちゃってる、ベロ閉まってください、そのベロ長いけどね。ベロベロベロじゃないんだよ。犬はどこよ。ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃんどこに。走れる走れる。え、 B でなんか呼ぶとかって言ってたけど、呼べないよ。いるいるいる。え、牛かよ。待って、まず犬がさ、どこにいんのこれ。無駄に効果音がでけ。そういうわけか。はい、みんな同じ個室に入りたがるんだ。はいはい、渋滞するから全部の牛が個室に行くのを追い込め。うん、牛は牛は見えないぞ、見えないぞ。自分も牛舎の奥まで入ってくれ。フォークを中庭から持ってきてくれ。やることが多い。あ、犬沼、ワンちゃん、ワンちっちゃ、ワンちゃん、ワンちゃん、テカ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 ってする。ワンちゃん、ワンちゃん、できるかい。ワンちゃんついてくるのかな。 B とか押してるけど、え、バックスペース、バックスペースってなんかすごい使わないけど、普段ゲームの中で。フォークを取ってきてくれ。フォークはどこにある。で、なんでお前はずっとついてくるの。お前どういうことなの。奥、奥って言ってたね。ある、牛舎の奥。お前は元気だな。え、ある、はしごの上か、もしかして。あ、登れる、これ登れんのかい。マウスがぬるぬる動くからなんか気持ち悪いの視点が。ない、ないけど。挙動がおかしい。え、フォークあるかや。え、ないぞ。もっちゃんフォークないよ。成立しちゃってるけどな。実績解除されたけど、ようわからん。何の実績。ワンちゃんは、これワンちゃんなんかできないの。 B、B、B、キャ、B か Q。 え、クーンって言ってる。あ、キャキャ、ワンちゃん、あー、いけ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 、そう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 、やれやれやれ、行くよ行くよ。お前ワンちゃんっていうか俺が誘導しちゃってんじゃんこれ。ワンちゃんじゃなくて、渋滞してる渋滞してる、順番に渋滞してるよ。おっちゃんもなんでそんな、ついてくんの？どういう絵なのこれ。どういう絵？どういう状況？ほら、お尻ペンペン。詰まってる、詰まってる。詰まってるから。ほいで、ほいで。そう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 。うち、やばいやばい。殺される。あ、圧迫死する。圧死するよ、圧死。ちょっと待って。ならならならみんな。お前遊んで、元気いいな。固まりすぎやで。なんでそのコーギーでやるん。並んでんのこれちゃんと。借りるスペースあなたたち。あ、いたいたいた。でんじゃないよ、でんじゃないよ。あーあー、そっか。お前らは、だからあっちの部屋ってことね。行くよ、ほら。いいね。あ、フォークあった、フォークあった。獣医さんはそれ何をしてん、どういう、どういう、どういうポージングそれ。何の合図だったのそれ。M？ いきなりの M？ 何それ ?M？ どういうこと？え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 ？待って。M は何？あ、出なくなっちゃった。詰まってる、詰まってる。
動かない？あ、いいよいいよ、整列して、とりあえず整列して、収集つかないから、これチュートリアルから、これまだチュートリアルことない、悪魔のこれチュートリアルですよこれ。ほんでお前はそっちなんかい、整列した、いい感じじゃない、おいで、なんか暴れてた牛が一匹いたけど、ほんで獣医さんはずっとハマってるよ。え、行ったかな、あのちっちゃい、いる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 、お前らもほら入りなさい、ほら犬じゃなくて俺が誘導しちゃってんだよこれ、ほらほんで動かんかい、動かんのかい、どういうことやねん、動かんのかい、お前はこいつらは何、帰るよほら、動いて、なんで動かねえんだよ動けよ、誘導の意味ねえじゃん、なんで動かないのこいつら、まあでも他のやつらはみんな入ったから、まあいっか、じゃあなんかフォークを取ってこいって言ってたね、ちゃんとスタミナ切れちゃう、あー丸い、雑雑だ、すごいクオリティだなこのゲーム、なんだこれ、ピックアップ、ピックアップ、バケツ持っちゃったよ、ええ、マウスマウス、あフォーク、えあいいよ、すごいなんかかっこいいシーフみたいな感じ、いるよねこういうキャラね、さすがと思って何すんの、なんだっけ、餌ない、フォークを置いて、はい、2階から藁を持ってきて下ろしてくれ、フォークで藁をついて牛の前にあげてくれ、はい、2階に藁があるの、なんて不便だ、そんな不便な場所に置くかい、どうやってあげたの、そして、あピックアップ置いて、あ、被っちゃった、こいつを、ヘイ、そして、クワをピックアップ。で、刺していく。え、取った？あ、取れてる取れてる。で、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 で。はい。わー！音が。どういう音してんの、それ。うわ。全部の牛に食べさせたか。いや、まだ一匹ですけど。食べている間に犬をずっと遠くの方へ連れて行ってくれ。なんで？犬がいると牛がおかしな挙動をするんだ。追われている気になるらしい。ああ、なるほどね。じゃあ一回置いて。音うるせえな、なんか。お前はバックスペースで放つ。バイバイ。放つ。どういうその待ち方な、まああれでなってるからいいわ、どういうゲームなの、待ってくれ、早く俺に牛乳を飲ませてくれ、直に牛乳を、そんでなんでこの人間はスーツなんだよ、スーツじゃないカジュアル、なんだこれ、ね、農業をやるような格好ではない、音うるせえなこの効果音バリバリバリ、でなん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 で、どういうこと、なんで、あとは放っておけ、はい、そのうち放牧に帰る、タイムオーバーだ、食事と搾乳の時間は終わった、搾乳はいつやった、2回食事と搾乳の時間がある、そうなんですか、食事と搾乳の時間は4時間ぐらいだ、はいはい、その間に全部済ませる必要がある、なるほどね、終わっちゃったよ、おお、そのタイミングがどこで見計る、あ、これか、これが時間か、シビアだなこれ、だから割といろいろ準備しとかないとダメなんだ、こっちも上からとりあえず藁を下ろしといて、そうだね、置いといて搾乳できる、これ
搾乳はできない、やっぱり。ミルクが飲みてんだかな。このバケツの意味は何？これなんか置いとこっか。後で使うかもしんないね。すごい挙動してる、すごい。M って出るけどね。待って、やってみよう。はい、はい。M、M。オルト、オルト、右。なんで？B、B。B、トーク。B。はじめまして、獣医の藤沢です。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。注射して、血液をもらうわ。その後、電話でお知らせした後、スマホのアプリで体調を見れるわ。すごいっすね。科学の進歩だ。スマホの虫アプリで、牛の前に立ってみて、牛の個体別データが見れるわ。個体別データ、うるせえ、この。音うるせえ。なんだこれ。なんでこんな音が急に上がってしまったんだ。半分ぐらいでいいよ、このゲームは。個体データ。なんだ、個体データ。見れねえじゃねえかよ。藤沢、声でけえな、マジで。耳が、耳の鼓膜が破れるかと思ってたよ。藤沢どこ行った？藤沢。なんでドッキングしてんだよ、お前は。環境や社会、生物、いろいろ外的要因はあるけど、音変わってるから。それらが2つ以上重なると、拒否反応で死んでしまうことがあるわ。そうなの？全然声がうるさくて、もう何も内容が入ってこないわ。藤沢、でももっと話してくれ。はい。異常行動では、牛はタングローリングといって、力尽き足、空中で丸めて、舐めるようにしながら、再び口を収めるの。あーの。原因は、採食時間の不足。はいはい。刺激のない環境、運動不足。運動不足なんだ。すげえ、藤沢、やっぱ、ちゃんと知ってるね。牛の知識が入ってくるよ。運動不足なんだ、あれ。タングローリング。はい。もっと話して。知識を。俺に知識を与えて。牛の場合、インターサッキングがあるわ。人工哺乳で、哺乳後に、他の個体の耳や、角を吸う。角。原因は、吸入行動の不足や、乳頭の刺激の不足。子牛が腹を空かせているわ。搾乳で、親牛の牛乳が足りてないのよ。足りてないんだ。哺乳瓶であげて、インターサッキングしてるようなら、哺乳瓶で牛乳を与えて。哺乳瓶で牛乳を与えてって言ってるけど。おぉ、あ、水あるじゃん、ちゃんと。入れるんかい？なんで突き通るの？こういうことなの？どのぐらいの時間なの ?4 時間っていうさ、概念は。この世界の時間の動き？おーい、先行き不安だ。お、そしておっちゃんはついてこなくなってしまった。なんか不安だ、おっちゃんが。おっちゃんがついてこないと不安だ。何をすればいいんだ、この時間。搾乳したい。搾乳して子牛にミルクをあげたい。なんかいろいろここにさ、道具があるんだよね。なんだ、この道具は。ん？なんだろう？缶詰。ブバ。ミキシードフード。これも餌か。バケツを持って。あ、おっちゃんおっちゃん。おい。どうだ？難しいだろう。はい。大変です。はい。大変です。チュートリアルをもう一度やるか？いや、やる気力はない俺には。もう病み上がりなんだよ、こっちは。大体わかりました。わかりました。あとは B か R バックボタンで話しかけてくれ。R バックボタンって、R バックボタンって何？まあ、B、B でいいや。B で。牛舎で餌やったりする理由は何ですか？
牛舎で餌やったりする理由は何ですか？アホなんだよな、みんな登場人物が。謝罪する理由は、人間がコントロールしないとかえって悪くなるから。はいはい、放牧の方が風通しもいいですけど。放牧の方が風通しもいいですけど。かぁ、まき散らされると病気になる。一等狂牛病になると全部廃棄になる。大量だ。シビアなんだね。昼夜放牧と時間外放牧があり、うん、1日2回に分けることもある。はいはい、なるほどね。みんな教えてくれね、ちゃんと。寒さに強く暑さに弱いんだ。暑いの言わないんだ。そうなんですか。そうなんですか。牛の視界は目が横についてるだろ。はい、だから300度ぐらいは見えるんだ。めっちゃ見えるね。うん、じゃあ牛追いするときも犬の位置が見えてるんですね。バレバレだ。牛が見えないから牛から犬が見えるようにしないとダメだと。犬が追っかけてるときは牛が順番に個室に入る。あ、言ってたね。個室に入るまでは犬を遠くにやったらダメだと。犬の視界は250度ぐらいだ。もう視界の話は分かんないからいいよ。吠えると止まる。はい、牛に吠えるのは1回だけでいいかな。かぁ、うわ、かなぁ、だって。いや、まあ分かったんだけど、俺はさ、ミルクが飲みたいんだよ。どうやってこれ搾乳をしたらいいの。詰まっちゃってるけど。おい、直に飲みたい。あれは？ワンちゃんは？ワンちゃん、そんでどこに行ったの？ワンちゃん？ワンちゃんも遊んでんのかな？広いな、遊んで。割とちゃんとしてるぞ、このゲーム。いや、ちゃんとしてないのかわかんないけど。うんちどうすんの、このうんち。何もできないんだ。病気になってるんじゃないの？搾乳。絞りたいんだが、絞らせてくれ。いけますか？あ、いけるいける。これなんかさ、矢印出んだよ。どういうことなの？右と、スペース。あ、あ、いったいった。同乗しか。え？直に飲んでるこれ。え？直に飲んだ。直飲みオッケーなの？でもさ、これバケツにさ、やりたいんだよね。子牛ちゃんにさ、飲ませたいのよ。止まってくれる？ちょっと。あ、ちょっと一瞬出た。えい。え。あ。難しい。え。ああ。むずい、止まってないと。で、何時これ？時間がわからん。藤沢、教えてくれ、いろいろ。そんで犬どこ行った？藤沢、暴れている。牛が暴れている。何をしてるんだ、お前は。何それ？治療してんの？診察してんの？藤沢。牛は酸味や苦味を嫌うけど、羊よりは鈍感です。はい。エストロゲンが高濃度だと摂取量が減る。うんうん。声でけんねんな、相変わらず藤沢は。はい。この音か、だから、時間です、みたいな。犬は、犬呼ぼう。B。犬。B、B、B、Q。犬どこ？犬がいないと何も始まらん。広い、そんで。割と。犬。B、B、B、B 押してる。犬来た、あれ。来てる。犬が来てる。あー、ザス。行くぞ。これが、牛追いの仕事だ。犬じゃなくて人間。人間が走った後に犬がついてくる。そしてお前は動かないかい。うわ、
あ、難しい。シフトを、飲んでいく。直に。直に乳を飲んでいく。わあ。牛乳を飲んでる。何が回復してんだこれ。何も回復してない。意味が、意味がない。行くぞ。まだ時間じゃない。これ何の時間だったのさっきの。てん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 。あれまだあれ早すぎた。わからんわからん。何を目的としてるゲームこれ。何がゴールこれ。親父。じゃあお前ここでいいよ。バックスペース。ちゃんと聞く言うこと。親父。あれ親父？親父がいない。あれ？親父は？出れる？あ、出れる！え？逃げられるじゃん。あっち行ってみようか、あの家。なんだ？これは俺の家か？ん？薪？おお、入れる。けど、まだ寝る時間ではない。22時まで待って。なんだこれ。じゃあここで寝れるってことか。車乗れんのかこれ。このさ、なんか BB みたいな昔の。懐かしいね。BB っぽいわ。乗れる？乗れる帰ろうぜ、もう。いいよ。え？ガソリン？そういう概念もある。え、なんか最初さ、トラックのおっちゃんがいたんだけど、どっか行っちゃったんだよ。ごめんなさい。ちょっと僕には合わねえわ。性に合わねえ。で、どこまで行けんだろ、これ。ああ、ああ。お、え、ちょ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 、どういうことだ。何も見えないところにぶつかっている。ああ、やばい。頑張れ、馬力を出していけ。普通車だろ、これ。坂を登れ。おぉ、村がある。なんでそこで止まんなんで登れねえんだ。そんな大きな坂でもねえだろ。ほんでそっちから行けんのかい。村があるぞ。割と、意外と広い。何にぶつかってんだよ、だから。何にぶつかってんだ。いるかな人。いるいる、で、誰？赤い人がいる。ブレーキが効かない。ちょっと降りたい。どういうこと？何これ？ブレーキがない。はい。止まって。降りたい。降りれない。何で降りんのこれ。ちょっと待って。降りれねえぞ。車から降りる。エンターなんだ。すげえ降り方だな。乗るとき E で降りるときエンター。どういうキーコンフィューそれ。おっちゃん、教えてくれよ。仁王立ちしてるが。はい、B。誰？ああ、屋上で働いてる人か。はい。そうです、そうです。よろしくお願いします。そうです。よろしくお願いします。牛乳の生産量は、はい。アメリカの1位に次いで、日本が2位らしい。あ、そうなんだ。大したもんだ。できたのでいいんだが、お宅の牛乳を飲ませてくれないか？あ、依頼ですか？いいですよ。あげられません。あげられません。なんでなんで牛は一般に暑さに弱く寒さには強いらしいね。でも会話は続いていく。よく知ってるね。他に牧場のことで何か知ってますか？よく知ってるね。他に牧場のことで何か知ってますか？工程液 BSE などで一時トラブルがあった。あ、そうなんだ。
なんでこんな上から目線だ。ほうほう、それってうちの牧場ではないよね。他にも詳しく知ってることあるかな。畜産は合戦、イノシシ肉は弥生時代好まれていた。その後仏教思想により米文化は奨励された。頭おかしくなるよこのゲーム。昔のことまで知ってんだ。昔は肉は非殺生だったが、江戸時代や明治にかけて、うん、鶏、イノシシ、タヌキ、鹿など食べられた。なるほどね。70年代から75年代にかけて畜産量は倍になった。あ、そうなんだ。興味ないやろ。よく知ってるよね。だったらね、頭おかしくなっちゃう。おい、飽きちゃったよ。実は仕事に飽きてきたんだ。飽きたけどな。どうすればいいかな。いいことを教えてやる。はい。牛にバケツを持っていかずに牛の乳を直接飲め。スリルがあるぞ。スリルがあるぞ。やっちゃったよそれ。さっきやっちゃったね。マジっすか。ちょっと考えてみます。誰だよこのアフレコやってるやつは。笑ってんじゃねえよ。俺は無職だ。バイトしてんなら金持ってるだろ。分けてくれ。一番ダメな人間だよこいつ。話しかけちゃあげられません。あげられません。どんな会話だよ。もう世界一無駄な会話だろ。いやもういい。無理。頭おかしくなっちゃう。なんなんだこいつ。じゃあな。じゃあ。あー、やべえ、ゲームを見つけてしまったかもしれない。そろっとさ、これ牧場変えないと怒られるから。まあいいえ、めんどくさくなっちゃってきたよ。もういいよ。いろんな人に話しかけよう。あの家の人いるから。意外と広いのがムカつくなこれな。なんだこれ。うわぁ、いるか。さすがにねえか。いないか。そうか。まあまあ家はあるんだよな。あ、なんかお花畑もあるし。これ人いるんじゃない。いねえか。怖えだろうな、こんな田舎町に BB が走ってたらさ、白の。絶対怖いよ、なんか来たわってなるよ。そんでなんか最初に走ってたトラックはどこに行っちゃったんだろうな。ああ、ロードが間に合ってない。ああ、落ちる落ちる落ちる。危ない危ない。広いな。ここはいない誰も。あ、ちょ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 、止まれないんだよ。やべえ。あ、これ、積んだかもしれん。やべえやべえ。この段差危ない。やべえ。出れるか。やべ。よしよし。で、エンターで降りて。誰かいらっしゃいますか。誰か。人いてくれ。頼む。人。いないか。いないな。くそ。あっちもね、家があるんだよな。やべ、そろっと。帰んねえと怒られちゃうよ。俺はなんであの牧場に来ちゃったんだろうな。すごいな。直に牛乳をなればスリルがあるぞ。こんなところでスリル求める。いや、直飲みはでもすごいよね。なんかいろんな、なんか病気とかもらっちゃいそうだけど関係ないわ。ガソリン減らないのこれ。燃費良すぎ。何に当たったんだから。ブーストとかできねえか。やべ、農場の場所忘れちゃったかも。ああやばいやばいやばい。嘘だ。嘘だろ。ちょっと待って。嘘だ。やべやべやべ。これはあかん。どういう重力の概念。ええー、やばい。戻されている。ええー、何の力によって、これはもう時間になってしまったということか。やばい。ブラックだ、これは。
ブラック企業なのか。勝手に、何も俺は、キーボードを押していないが、牧場に、牧場っていう引力に、引き込まれてる。働くということか。うわぁ。どな、なんなんだよ、このゲームは。ゲームとして完成してんのか。やばい。牧場が見えてきた。あぁ、ストレスだ。うわぁ。すーごい地面にガカガカガカッと。何の力が働いてるんだ、これは。すごいな。そんで何も体勢を戻せないぞ。やべえ、これ強制労働だ。うわぁ、これは怖いよ。この世界っていう。え？どう？ちょっと待って。待ってくれ。え？待って。立てない。やばいやばい。ええー、どういう、どういうふ、やばい、こいつ、重力の概念失っている。逆にかっこいいけど。なんで上向いてんのよ、お前。やべえぞ、これ、ちょっとでもキーボード押したら発動してしまう。いや、え、ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、ああ、どういうことなんだよ。一回落とす。一回落とすしかない。なんなんだ、このゲームは。戻ってきた？ああ、戻ってきた。もうやりたくないよ。コンティニュー。え、コンティニューできない？ちょっと待ってよ。コンティニューができない。嘘だろ？セーブされてなかったこと？最初からやめてくれ。いや、待てよ。そんなことはないよな。途中からだよな、さすがにな。最初からか。ふざけんなよ、おい。なんだこのゲーム。いいよ、なんか。やめてくれ、頭おかしくなっちまうよ。やばいやばいやばい。ゲームとして成り立ってないぞ、これ。そんで、そうそうそう、最初のあのトラックの兄ちゃん何してきたの？来んのかな？あれか、なんか出荷する人か。まあでもチュートリアルはもう分かってるんで。動きたい。動きたいけど動けない。なんだ、また縛られてる。そして、からの、あそこに待っていて、おっちゃんが、車が飛んでいって、おっちゃんが近寄ってくる。お前は誰だ？話そう。繁殖に成功した牛は初乳と言って、初めの数日間は、子牛にやらないといけない。そうなんですか。初乳は、人間が飲むことは許されないんだ。そうなんだ、初乳。繁殖に成功した牛は、分かったよ。初乳と言って、押すんじゃないよ。牛にやらないといけない。なんで押すんだよ。人間が飲むことは許されないんだ。分かったっつの。おっちゃん。いやーよく来てくれた。分かった分かった。ここがわしらの妙だ。飛ばせねえのかよこれ。はじめまして。やばいやばいやばい。私を雇ってくれてありがとうございます。地獄が始まるよ。どうしたらいいの？なかなかいい体してるじゃないか。繁殖農家の伊藤だ。じゃあ俺は行くよ。時期が来たらまた来るから。分かったよ、もう。これセーブ機能あります？オートセーブあんのかな？分かったよ。ちょうど今朝だから牛乳に入れる時間だ。分かった、もう一回、もう一回おさらいね。もういいよ、付き合ってやるよ、しょうがねえな。せっかく買ったんだよ。何なんだよ、だからその角度が。牛が整列してるだろう。牛が動かない時間はお腹を吹かせないで、歯お腹を、歯お腹を。犬を B か Q で連れてきて、牛の前まで連れて行く。もう一回おさらいしよう。次に犬をビューボタンバックスペースで離すと、そこで止まる。はい、はいはい。泣かない時もあるから、その時はとりあえずまた B か Q で
犬を連れてくると牛が動く。牛から犬が見えるようにしながら牛舎の個室に入るようにする。はいはい、分かったよ。じゃああれだね、犬小屋から連れてくるんだね。犬小屋こっちだったよな。あ、いた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 。行くよワンちゃん。はい、ゴー、頑張れ新人ゴー。オッケー、さあ行くぜ、やってやれよ。さあ動け。こっち、こっちとらね、やり方も知ってんだよ。お尻の方からね、視界見えないから300でしかないって言ったんでね、後ろからしっかり追い込んでいく。詰まるけれども藤沢が何か防塵をしながら誘導しております。注射を打とうとしてんのかこいつは。怖え。とりあえず入れお前ら、渋滞してる。わあ。いけ、やべ、動けなくなっちゃった。やべやべやべ、このゲームあれだ、最大のけ、はい、分かったっつうから、全部の牛が個室に追い込め。はい、牛は牛は見えないぞ。分かったよ。自分も牛舎の奥まで入ってくれ。フォークを中庭から持ってきてくれ。はいはい、分かりましたよ。なら一回ちゃんと奥までギューッと入れちゃって、自分も奥まで行くと。うん、はいはい。まあ、やっぱこうやってね。何度もね、反復を繰り返して、体でね、覚えさせるっていうのはやっぱ一番近道ですから。で、こいつらは、戻ると。戻って右側の牛舎だね。まあ、要領が分かれば簡単だね。行くよ。行け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 。ゴー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 。はいはい、行こう行こう行こう。いいよ。ちゃんと奥までびっしり、ちゃんと入れて、やべやべ。このゲームの一番良くないところはやっぱりバグに見つかっちゃうところ、バグに引っかかるともう何もできないから。やばいやばい、何もできない。ああ。ごめんなさい、俺が悪かった。助けてくれ。動け。動いてくれ、誰でもいい。やばい。ああ。助けてくれ。やだよ。やばい、何もできない、やばい、いや頭おかしくなっちゃうよこれ、やばいよ。うわっ、バケツを持ってきてくれ。やべ、バケツを牛の左側から入れてくれ。せえ、右から入れれないんだ。バケツを入れたら、うん、QT が表示されます。QT が表示されます。カッコ内も読んでくれたか。やべ、スマホの前に搾乳。うわあ、急げ。バケツを持って。やっと進んだぞ。左側から入れます。左側。はい、置いて。左側に置いて。どうすんだ。M マーク、さっきのやつ。QT。一瞬出たんだけどな。ああ。ああ。終わったのかよ。これシビアなんだよな。左側に置いて M、 すごいむずい。上とシフト、そして直に飲んでるなこれは。バケツの意味、すごい空間で飲んでる。こっきゅり、どうだ、難しいだろう。はいはい、大変ですよ。はい、大変です。いろんな意味でね。チュートリアルをもう一度やるか。絶対やんねえよ、こっちは3回もやってんだ。大体わかりました。わかりました。ルートは B か R バックボタンで話しかけてくれ。あったよ。
搾乳してーなー、バケツでよ。あー。まだ残ってるかな。こっち行けんじゃないか。うちのところで、ある。いや、でもそうなっちゃうんだよね、なんか。N。シフト。おー、できた !J。え？どこに行っちゃったおい、何の力が働いているんだ、それは。お前もいけるか ?N。降りて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 。J ってなんだ？出ちゃってんだけど。ちょっと待って、インベントリでさ、哺乳瓶ってないの？ないのか。哺乳瓶。哺乳瓶的なやつはない。なんだ？これなんだ？なんで蹴れんだよ。いらねえ、いらねえ、これを、いらねえ。バケツに入れて、J ってなんだろうな。ちょっと待って。バケツを取る J。バケツから出す H。何よ。配る。配る。搾乳。入ってないんだよな。絞れてたけど。置きます。失礼しまーすって。あ、こいつからも出ないのか。置きます。こいつもさっき絞ったよね。やべえ、乗っちゃダメだ。バグるバグる。犬が勝手についてくる、また。だーん。なーん。何をしたらゴールだ、これ。あら、バケツは？バケツどこ行った？止まってくれ。止まって。お願いだ。こいつがあるから変な軌道になったのか？バックスペース。バイバーイ。やべえぞ、このゲーム。何をしたらいいんだ。止まってるし、ねえか。えれれれれれ。父を。申し訳ないけど、父を。バックスペース。なりました。なりましたでどうすんだっけ？あります。ちょっと待ってね。絞ったよ。これ絞りました。え？ん？バケツを取る J。バケツから出す H。J。J でいいんだよな。だって J って出てるもん。あれ？組んでる？ああ、入ってる。あ！ええ！動くとこれ、牛乳出ちゃうってこと。おーい。なんちゅうゲームだよ、これ。どうしたらいいんだ、じゃあ。直置きで哺乳瓶があって、すくうみたいな。哺乳瓶がないんだよね。はまってる、はまってる。置いて、N で、シフト連打。で、J なんですけど、
歩くってあったよね、コントロールか。おい、振り返った瞬間にもう出てたぞ、牛乳が。やべ、なんだこのゲーム、いつ終わるんだ。まあ一日セーブしたら終わろう。ゴールが果たしてあんのか、これ。藤沢がすごい速度で移動している。うるせんだよなあいつな。知識は豊富だけどよ。藤沢、環境や社会、生物、いろいろ外的要因はあるけど、それらが2つ以上重なると拒否反応で死んでしまうことがあるわ。まあ動物はね、ストレスに弱いって聞きますからね。まあやっぱりなるべくね、リラックスした状態で過ごしていただきましょう。失礼します。時間のみで生かしていただきます。回復はしてないな、特にな。した？これ回復。あれ？今一瞬見てなかったわ。ちょっと答えを調べてみようか。じゃあ体力100、上 3.3、 熱40、5。近づくと勝手になるんだ。あ、飲めるぞ。はい、これで青色メーターが回復するかどうか。あ、回復した。ん？回復すると何があるんだ。とりあえず飲みまくるか。 AM、 はい、あー、この牧場に変態が生まれてしまいましたね。どういう動きなんだ。左側からしか飲めないんだな。 OK、 はい、いっぱい飲めるぞ。これ多分みんな休憩してる。動きすぎて。チャンス。まだ飲めんのか？まだ飲める。まあ飲めるっぽい。はい。マックスまだ行ったら何が、どうなるんだろう。無限飲みか？これ。増える？あ、もう増えないか。すげえ。飲み干していく。なんで俺このゲーム買ったんだろうな。ああ。やべやべ、ジャンプしたら危ないって。はい。はい。はい。これでマックス行くんじゃない？どうなる？覚醒するか？え？うるせえうるせえ。なんだこの BGM。 うるさ。どういうことな。クリアみたいなこと？え？別に何かができたわけでもないし。壮大な BGM が流れて終わったよ。おい、なんだこのゲーム、やめて。ちょっとあれしたいな、冒険。冒険したいな。ガチャッと。なんだよ、戻れんじゃねえかよ。どこ行こうかな。こっち側行ってみるか。あるかな。
村的な、人に会いたいね、人に。あぶねあぶね。なんかスーパーマーケットとかないかな。うわ、え、ガソリンスタンドガソスタンド、こっち側にあるか。とりあえず道なりに行ってみて。じゃあいるかな、誰かいてほしいな。あ、いるいる、人いる、人いる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 。走っていこう。やった、人だ、助けてください。すいません、マジで暇してるんですよ。おっちゃん、堂々と仁王立ちで。怖っ。私の接触時間は4時間から9時間である。おお、牧場で働きます。詳しいね、牧場で働きます。いや、ちょっと。そう、牧場で働いてるって。じゃあ牛乳を飲ませてくれ。そうだよな、牛乳飲ませてあげようよ。あげられません。あげられません。どこに行っちゃうんだよ。なんであげられねえんだよ。哺乳瓶がねえんだよな。哺乳瓶。え、こいつはなんだ、何の空間を使ってんだこいつ。呪術師か。五条線。わかったわかった。4時間から9時間である。他のこと知ってる？他に知ってることあります？うちの喧嘩というものもあるらしい。喧嘩するんだ。他に知ってることを教えてくれ。ホルスタインは牛の中で一番搾乳量が多い。へえ。乳牛といえばホルスタインだけどね。まあ牛乳が甘いからホルスタインを飼ってるわけではないんだ。詳しいなこの人。で戻ろう。わあ、めっちゃ便利これ。超便利じゃん。あれ？そろそろかな。何時今？ 8 時。もう戻していいんじゃないこれ。Go! 構わないよ。これもう戻せますかね？まだかな？藤沢、もう戻していい？あれ？異常行動では、牛はタングローリングといって、口から突き出し空中で丸めて、舐めるようにしながら、再び口を収めるの。原因は採食時間の不足、刺激のない環境、運動不足。なんで藤沢こんな声でけんだろうな。なんだこいつ。てかまだかよ、おい、もう夜だぜ。戻さねえのかよ。3目の10時だ。変化は？動かねえなこいつら。おい、何も動かなくなっちゃったよ。出てきちゃったよ逆に。寝よう。寝るぞ。もう知らん、夜の放牧は。まあ、寝れますからね、これで。哺乳瓶がな、どこで入手するのかわからんけどな。え、何これ。え、寝たの？え、待って。あ。寝たんだ。うるせえうるせえ。ほんで牛さんたち全然戻ってないやんけ。ずっと外にいたのあんたら。いいのこれで。
ああ、オッケーオッケー。で、朝になってます。で、おっちゃんもあそこに突っかかってる。なんだっけ ?6 時35分っていうのが微妙な時間で、セーブされんだ。はよ、セーブされる。なんで寝てセーブじゃねえんだよ。どういうその時間のあれなの ?35 分になりますよ。やっと、セーブ、あ。怖い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 。怖い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 。え、できたのこれ。ちょっと待って。これできたのか?え?不安になる。不安になる音。これで?入れられる?入れられない。何の音なんあれは。まあ、じゃあ、セーブできたということでいいんだよな。うん。でも、ここでいいよ。はい。というわけで、まあ、牛乳を直に飲むことができまして、このおっちゃんは、なんで、この牧場に来たんだろうっていうゲームでしたが、買いたいと思った人はいらっしゃるんでしょうか?まあ次、動画にあげるかどうかわかりませんが、はい。今回はここまでとしておきましょう。ちょっと、頭がおかしくなりそうなんでね。はい。では、ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ!